こんにちは皆さん、くずまるです。ってことでね、動画撮っていきたいんですけど、ちょっと今ね、職場でめちゃくちゃ変なとこで撮ってます。はい、日差しがちょっとなんか西洋の月みたいになってるの。三日月でね、本日なんとあのチャンネル登録者64万人のナースケさんが僕のね、働いてる職場エゾボリックに来ていただくことになりました。めちゃくちゃありがたい。でね、ナースケさんはね、めちゃくちゃ忙しい方で、本当にね、1時間ぐらい、滞在時間1時間ぐらいで Vlog を撮りに来られるということで、まあ、ちょっと僕の職場に遊びに来てくださるっていう感じになるんですけど、まあ、せっかくなんで、こんなチャンスめったにないんで、僕の方もね、こうカメラを回させていただくことには一応なっております。まあ、企画としては、まだ何も伝えてないんだけど、僕はね、もう昔からナースケさんの動画見てて、あの薬学生トレーニーさくらさんとコラボし始めた時の動画とかめっちゃ見てたわけ。ナースケさんがね、さくらさんにドッキリ仕掛けたんですよ。昔さくらさんに失礼なことをするドッキリを仕掛けてたんですけど、もうね、そのイメージがめっちゃ強くて、ナースケさんとコラボするってなったらね、もうやりたくてしょうがないわけ。それがあの動画ちょっと再現して、ナースケさんに失礼なことドッキリちょっとやっていこうと思います。怖えー、チャンネル登録者4万人の僕が64万人のナースケさんにドッキリ、失礼なことドッキリとか、マジでもうどうなるんだろうね。ナースケさんね、前直接ちょっとお会いしてめちゃくちゃ優しい方だったので、どうなるか、果たして怒るのか笑うのかどうなるのか、めちゃくちゃ気になりますけど、一番ちょっと気がかりなのがね、こうあゆとさんもいらっしゃるということで、あゆとさん、僕がこう失礼なことしてたら切れるんじゃないかな、なんかもう途中でブチ切れたりしないかなって、そこがもうなんかちょっと怖いですけど、ちょっとやっていきたいと思います。で、失礼なことの内容ね、ナースケさんのもうもろパクリします。もろパクリって丸パクリします。失礼段階がね、5段階ぐらいあって、レベル1からちょっとスタートしていこうかなと思います。まずね、レベル1、名前を間違えるということで、まあ、ナースケっていうね、名前がこうめちゃくちゃ広まってて、間違えるわけないじゃないですか。そこでちょっと、まあ、間違えて名前呼ぼうかなっていうね、もうマジであの動画の通りですね。そして2つ目ですね、2つ目、ナースケさんの動画でウォームアップが独特だったんですけど、今回筋トレ一緒にするっていう動画ではないんだけど、動画のウォームアップいつもしてるんですよっていうので、動画のウォームアップをナースケさんで動画でブリッジしてたんで、僕もブリッジしてやろうかなと思います。いや、マジ怖え、本当に怖え、どんな空気なんだろう、マジ怖い。そして3つ目、急にダッシュして何事もないように戻ってくる。これね、ナースケさん外で撮影されてたのでできたんですけど、僕今日ショップとかで撮影するので、急にダッシュ、ショップの中走り回るっていう、マジで地獄の空気、マジで鬼のメンタルが必要になってくる。やれるかな、最後までやり通せるか、ちょっとマジで怖い、本当に怖い。で、4つ目、二頭筋をやたら気にする。ナースケさんは動画の中でこう腹筋やってたのかな、腹筋やってでも二頭筋を気にするっていう流れだったんだけど、僕はもうシンプルにね、二頭筋ずっとボディチェック、すいません、ちょっと今二頭筋のチェックの時間なんでみたいな感じで、二頭筋チェックしに行こうかなとかちょっと思ってます。はい、でそこまでがちょっとオフショット的な感じでね、動画撮る前のウォーミングアップいいですかとか、そういう感じでやっていこうかなとか思ってるので、そこでね、最後レベル5、挨拶がめちゃくちゃ厳しい。これもナースケさんね、やってたやつなんだけど、もう5回ぐらいね、こうやり直しさせようかなと思います。僕の挨拶がね、こう、こんにちは皆さん、くずまるですっていう普段やってるんだけど、このこんにちは皆さんがね、もともと僕長州力の真似やってるんですよ。こんにちは皆さんって、相席食堂のこんにちは皆さんをちょっとね、あの僕っぽくね、こんにちは皆さんってやってるんで、まあ、そこの部分とね、挨拶もう5回ぐらいちょっとやり直しかけようかなと思っております。怖え、マジ怖え。一応ね、裏ではね、カメラマンの方と連絡取って、さすがに失礼すぎじゃないですかねっていう確認は取ってるんですけど、でもマジで怖いってことでね、今日この後撮影がありますので頑張っていきたいと思います。それではナースケさんっぽく見ていきましょう。あ、ウルトラ、もうないよ、もうないか、強すぎるからって、あの誰だっけ、ここから仕掛けていきます。とりあえず名前を間違えるっていう、
こんな感じでいいですか。やすけさん大丈夫ですか。やすけです。どっちこっちこっちで OK です。お願いします。じゃあ、あまちゃんよろしくお願いします。お願いします。よく知ってますね、それすごい。こんにちは、あまちゃんです。一番最初の動画の方でウォーミングアップが独特すぎるっていう。ちょっと緊張してるんで、はい、ウォーミングアップしていいですか、軽く。あ、どうぞどうぞ。何すか、何すか。なになになに。どっかで見たことあるな、このくだり。見たことあるよ。ちょっとどうすればいいのこれ。助けて助けて。ちょっとあっち向いてないで。ちょっと緊張しちゃって、ウォーミングアップ必要だと思う。おい、俺だよそれ。よし、すいません。誰か、ちょっと誰か助けて。始めていこうと思います。はい、始めます。急にダッシュして何もなかったように戻ってくるっていう。あっ、癖癖癖癖が強いって。癖がすごいんじゃ。ちょっと僕の視聴者見てるからね、絶対これ飛んできて。ちょっと待って、助けて。じゃあ、おい始めていきたいと思います。始めて、早く。時間大丈夫ですか。大丈夫です。てか、ずっと二頭を気にするっていう。あと1分で、あ、すいません。お、何俺何やったっけ。すごくないですか、パンプが。その減量中だったの。何やったっけ。二頭筋、チェック。二頭筋のチェック。腕太いな。腕が太いな。やめろ、早くやれ。おい、助けてくれ。おい、この空間に2人しかいないみたいになってるから。現状中だ。やめて。二頭筋のチェック。早くやろ。ハースケの最初の挨拶めちゃくちゃ厳しい人みたいな。わかりました。じゃあちょっとオープニングからいい。はい、オープニングで。僕いつも、こんにちは皆さん、くずまるです。ああ、そのくらいね。やってるんですよ。はい、こんにちは、ナースケです。やるんで、終わったら、はい、こんにちは、さくらです。本当ですか。はい。なんで、一緒に回っていいですか。うん、オッケーです。いきます。やりますか。じゃあ、せーの、せーの、いらないです。あ、せーの、はい。いきます。こんにちは。違います。こんにちは、皆さん。こんにちは、皆さん。はい。こんにちは、皆さん。こんにちは、皆さん。くずまるです。ナースケです。あー、こんにちは、皆さん。くずまるさん。はい。こんにちは、皆さん。くずまるです。ナースケです。ちょっと弱いです。こんにちは、皆さん。もっと。こんにちは皆さんって。こんにちは皆さんね。オッケーオッケー。はい。じゃあ長州力のあの愛席食堂のこんにちは皆さんを真似して僕やってるんで。そっち。なるべくちょっとそっちに寄せて。ああ、なるほど。いただきたいなと思います。はいはい、オッケーです。はい。あの長州っぽく。あ、長州。もっと長州感だ。こんにちはみたいな。あ、そうです。あ、オッケーオッケー。よし、はい。で僕がじゃあ行きます。まずこんにちは皆さんで。こんにちは皆さん。くずまるです。くずまるです。こんにちは皆さん。あ、で、そのね、オッケーオッケー。行きます。こんにちは皆さん、くずまるです。こんにちは、ナースケです。ちょっとやりすぎです。やりすぎかも。ラスト、普通に行きます。こんにちは皆さん、くずまるです。やりすぎ。はい。はい。はい。こんにちは皆さん、くずまるです。こんにちは皆さん、ナースケです。ってことでね、今日動画撮っていきたいんですけど、今日はね、あの、プロテインを、ナースケさんにね、全部飲んでいただきたいと思います。はい。お願いします。よろしくお願いします。ちなみに何種類ぐらいあるんですか？撮ってきますので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと撮ってきます。はい。まだ何かあるんじゃないかと思っちゃいますね。ってことでドッキリ大成功です。もう全然ドッキリじゃないの。ドッキリじゃないの。全部見たことあるやつ。もう初っ端からブリッジからバレてました。もう癖が強いよ。ちょっと熱いよ。もう北海道の何ここ、帰りたいよ俺。さくらさんにやられてたドッキリをちょっと僕その時からめっちゃ見てたんで。めっちゃ見てくれてる。全部ちょっとね、もうやりたかったんでちょっとやらせていただきたい。くずまるくんそういうキャラなんだ。実はそういうキャラで。おもろいことをやりたいキャラ。やりたいキャラで、え、怒られるかなと思ってめっちゃヒヤヒヤしてて。あゆとさんとかが、あ、怒るからブチギレんじゃないかなと思って。あいつすぐ怒るからね。どうでした、大丈夫でした。大丈夫、全然大丈夫です。てかもうマジで普通に楽しみだから。はい。この後だから何されても全然プロテインのこと頭いっぱい。あ、ですか。じゃあもうプロテインの方いっちゃいますか。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということでドッキリ大成功でした。いや、ありがとうございます。成功、大成功です。大成功か。バレてましたけど。ってことでね、次の動画でプロテイン試飲していただきますので。あ、次の動画なんだ。はい。尺大丈夫これ。尺大丈夫です。オープニング撮ってるんで。え
マジ、はい、全然先に早くプロテインやりたかった俺も。やる気満々だったこの動画で。なるほどね、はい、オープニング撮ってたんで。ああ、なるほどね。一応8分超えるんで。うわー、そういうこと。やられたわ。ってことで次の動画でプロテイン信じていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。まだ何かあるんじゃないかと思っちゃいますね。ええ、ちょっと待って、本当にキャラメル巻きあった。